それでその当時知った 3D スキャンでまあこうデータ化しようって思ったんですね。大きな作品の一個は作れると思ってボードを作ろうというアイデアを思いつきました。これ私のワンコなんだっていうとみんなえーみたいな感じで驚くのが楽しかったんで。